貴族院。貴族院は、明治憲法下の日本における、帝国議会の上院である。1890年、明治23年11月29日から1947年、昭和22年5月2日まで設置されていた。起院と略称された。両院制、二院制を共に構成する、衆議院とはあくまで同格の関係にあったが、予算選議権は下院にあたる、衆議院が持っていた。 皇族議員、家族議員、直任議員によって構成され、解散はなく、議員任期は7年のものと、終身任期のものがあった。全議員が非公選であるが、有識者が直任により、議員となる制度が存在していた。1947年、昭和22年5月3日の日本国憲法施行により、家族制度と同時に廃止され、 議会上院の後継機関として国会の参議院が設立された。参議院は解散はないままで、任期6年の3年ごとの半数の改選による通常選挙で、総選挙による衆議院議員の選出と同様、全員公選の議員により構成されることになり、皇族が議員の職に就くことはなくなり、終身任期制も廃止、直人議員職も廃止された。 議員や、議員の権限などについては、議員法、貴族院令、明治22年直令第11号や、貴族院規則、その他の法令に定められた。議員の任期は原則として7年で、皇族議員、家族議員のうち公爵、公爵議員、直任議員のうち、直選議員については、終身議員とされた。家族議員のうち、白爵、死爵、 男爵議員はそれぞれ同尺の者による誤選により選出された。議員の歳費は議員法に定められた。それぞれ議長7500円、副議長4500円、議員3000円であった、いずれも1920年、大正9年の法改正から1947年、昭和22年の法廃止まで衆議院も同額。貴族院規則は、 草案の段階では議長が決めた議事日程の変更について議員が同義を提起する権利を認めていたが、親とい外国人の英国人法学者ピゴットが伊藤博文にした意見などにより同権利は削除された。1890年明治23年開会の第1回通常会から1946年昭和21年開会の 第92回通常会まで議員総数は250名から400名程度で推移した。第92回議会定会当時の議員総数は373名であった。貴族員は外して非正当主義を取ったため政党には厳しかった。一方で政府、行政二人内閣を窮地に陥れることもあり、独自性を発揮した。 戦時下においても貴族院議長も歴任した、この絵文丸首相による新体制運動の下に解体させられた政党が軍部に迎合していったのに対して総じて冷静であり、絶頂期の登場内閣を帝国議会で批判したのも貴族院であった。満十八歳に達した皇太子、皇太孫と満二十歳に達したその他の皇族男子は自動的に議員となった貴族院令。 第二条、定員はなく、歳費もなかった。貴族院、規則四条で、皇族の議席派議員の主犯におけきそれの、席次派級中の列次に、いるとなっていた。ただし、皇族が清掃に巻き込まれることは、好ましくないという考えから、皇族は、議会で模様される式典などに参列したり、傍聴することはあっても、貴族院議員として日常的に議会内に、 出入りすることはなく、党員は帝国議会史上極めて稀であった。また、男性皇族は陸海軍の軍人でもあったので、軍人の政治不関与の建前からも出席は好ましくないとされた。ただし県政史上で立法府はともかく行政府である内閣では、その長たる内閣総理大臣に皇族の東国の宮敏彦を皇籍離脱後は、 東国俊彦が就任した事例はある。家族議員は家族から選任された。借位によって選任方法、任期その他の定めが異なった。なお、朝鮮貴族は朝鮮貴族令5条により、家族と同一の礼遇を受けるものとされたが、借位による家族議員となる資格は与えられず、別途直任議員として貴族院議員に列した場合があった。 満二十五歳に達した公爵、公爵は自動的に議員となった貴族院令第三条。定員はなく、歳費もなかった。1925年、大正14年の貴族院令改正、大正14年直令第174号により、年齢が満30歳に引き上げられた。また、 直居を得て辞職すること及びその後直命により再び議員となることが認められた。高校爵議員も現役軍人たる議員は出席しない慣例になっていた。万25歳に達した白爵、子爵、男爵に除されているものの、同じ爵位の家族による五選で選ばれた貴族院令第四条第一項。任期は七年。 五選の方法などについては、貴族院博士男爵議員選挙規則、明治22年直例第78号に定められた。選挙は完全連帰制であった。また、委託投票も可能だった。また、投票派非選人の釈声名を、歴史時二次子の釈声名を記載、スヘ氏と記名投票であった。1890年、明治23年7月10日。 1> 第1回貴族院白紙男爵議員御前選挙が行われた。貴族院令第4条第2項により、白爵20人以内、死爵と男爵は、角73人以内とされ、各爵の議員の定数は、各爵位を有する者の総数の5分の1を超えない、範囲とされた第1回帝国議会において、白爵14名、死爵70名、男爵20名、 第21回帝国議会において、白尺17名、四尺70名、男尺56名。1905年、明治38年の貴族院で改正、明治38年直令第58号により、白紙男尺議員を通して、定数143名とし、各尺位を有する者の総数に比例して、配分することとなった。これは、日清戦争、日露戦争を経て、 家族、先行家族、新家族の数が急増したことによる議員数の増加を抑えるための措置である。1909年、明治42年の貴族院で改正、明治42年直励第92号により、白爵17名、死爵70名、男尺63名とされた。1918年、大正7年の貴族院励改正、大正7年直励、 第22号により、白尺20名、死尺73名、男尺73名と増員された。1925年、大正14年の貴族院で改正、大正14年直例第174号により、年齢は、満30歳に引き上げられ、定数は150名、白尺18名、死尺66名、男尺66名とされた。以後、 貴族院廃止まで定数変更はないなお、白尺議員、死尺議員、男尺議員として汚選された議員が、小着、尺位の昇進した場合、その地位が保たれるかどうかについては、初期の議会において、資格訴訟に発展し、尺位の変動があった場合は、前の汚選による地位は失われることが確定した。白尺議員が、公尺になれば、 誤選によることなく貴族院議員となることから、問題になったのは、死者議員、男者議員であり、具体的な例としては、死者議員であった、島津忠明、旧佐渡原藩主党新野党首が、1891年、明治24年4月23日に、父、忠広が、幕末王子に功があったとして伯爵に昇釈した際、資格審査の申し立てがあり、資格消滅とされた事件がある。 白尺、死尺、男尺議員は、同尺のものによる五選とはいえ、選挙がある以上選挙運動もまた存在した。こうした中、1892年、明治25年発足した、小友会は、有尺者、貴族院議員の親睦会を謳っていたが、実質は、研究会の選挙運動団体だった。完全連期制であるため、細かい票の割り振りは、必要なく、また、 第一勢力が圧倒的多数を占めることのできる多代表制であった。そのため、いち早く選挙運動団体を組織した、小友会は、協力した第二次、桂内閣、桂太郎首相、憲政史上で最長任期を記録した首相経験者の後押しもあって、やがて白爵、死爵、男爵議員の大半を牛耳る存在になった。第九回白紙男尺議員選挙は、 本来ならば1946年、昭和21年7月10日に投票が実施されるはずだった。しかし、同年5月に招集された第九十回帝国議会で、すでに日本国憲法の審議が始まっており、この時点で、貴族院はせいぜい無効1年以内に廃止となることは、確定されていた。そのためあえてこの第9回選挙は実施せず、 現職の白紙男爵議員の任期を延長することで、対応することになった。そこで、まず、昭和21年7月直百351号で、これらの議員の任期を7ヶ月延長して、翌1947年、昭和22年2月10日までとし、さらに、昭和21年12月直例601号で、これを3ヶ月弱再延長して、 日本国権施行日の前日である1947年、昭和22年5月2日までとした。同時期に多額納税者議員と帝国学士院会議員議員に対しても同様の任期延長措置が取られている。国家に訓道ある、または学識ある30歳以上の男子の中から内閣の保筆により、天皇が任命した貴族院令第5条。直線議員は、 終身人気だった、貴族院令、第5条。1890年、明治23年の帝国議会創設時には61名が、選出された、元老院議官27名、各省管理10名、民間人9名、帝国大学代表6名、宮中顧問官6名、内閣法制局3名。新しい直選議員は、実質的にその時々の内閣が、 独自の判断に基づいて選任したが、多くの場合は大臣の決まった内閣がその最後の数日間に候補者を総選して、直任を仰いだ。昭和元年から二十二年までに直選議員に、直任された者は百七十名を数えるが、直前の肩書きの内訳は、官僚三十九パーセント、財界人二十五パーセント、大臣十六パーセント、大義士八パーセント。 大学教授4%、軍人3%となっている。官僚出身者が多かったため、家族議員と比べると実務型で有能な人材が多く、彼らが貴族院をリードすることが多かった。1905年、明治38年以後は、直線議員の定員が125名以内に固定された。また当初は、直線議員と、 多額納税者議員の総数は、家族議員の総数以下と定められていた、貴族院令第7条。この規定は1925年、大正14年に廃止されたものの、家族議員の総数が非家族議員の総数を下回る、ことは結局その後もなかった。1925年、大正14年に新設された、帝国学士委会員で30歳以上の男子から、5000、 任期は7年。定員は4。帝国学士院は、分野ごとに2部に分けられたため、各部ごとに2名ずつ選出された。5選の方法その他は、貴族院帝国学士院会員議員5選規則、大正14年直例、第233号に定められた。投票用紙に、派選挙人の氏名を記載することを読すと、無記名投票であった。土地あるいは、工業、 商業につき多額の直接国税を納める30歳以上のものの中から5000、貴族院令第6条。任期は7年。5000の方法その他は、貴族院多額納税者議員5000規則、対象14年直令第234号に定められた。貴族院令第6条の議員選挙に不衆議員議員、選挙法中罰則の規定順用に是非、する法律。 大正14年法律第48号により、多額納税者議員については、衆議院議員選挙法の罰則規定が順要された。当初は、各府県ごとに直接国税納付者15名より1名が5選され、北海道庁と沖縄県は対象外とされたので定員は45名であった。1918年、大正7年に、北海道、沖縄にも適用され、 1925年、大正14年には、調府県ごとに、多額のオ者100名につき1名、または200名につき2名に改められて定員は66人以内となった。当初は記名投票だったが、1925年、大正14年に、秘密投票に改められた。また、短期投票制だった。1944年、昭和19年には、 カラフト町からも1名選出されることになり、定員67人以内と改められたが、敗戦によるカラフト喪失によって一度も選出は行われなかった。1946年6月の貴族院令の一部を改正する直令案が可決されたことで、カラフト出身の多額の前者議員の根拠法はなくなった一方で、沖縄の実行支配を喪失したとはいえ、 沖縄出身の多額納税者議員の根拠法は、貴族院廃止の1947年5月まで維持された。彼らの政治活動は微弱だったが、金持ち議員として批判にさらされやすかった。大日本帝国の統治下にあった本土の内地に対して外地と位置づけられた朝鮮、または台湾に在住する満30歳以上の男子にして、 名簿あるものより特に直任した。定員は人以内1945年、昭和20年4月に創設されたが、戦争末期のためほとんど機能しなかった。翌1946年、昭和21年5月16日に召集された第90回、帝国議会、臨時会が6月20日に開会され、名簿上は9人の植民地議員、朝鮮人、議員6人、 台湾人、議員3人が確認されている。6月25日に政府が、朝鮮、台湾からの直任議員に関する規定を削除する、貴族院令改正直令案を貴族院に提出し、6月29日に本会議で、直令案は可決され、7月9日の本会議で9人の、植民地議員の資格が7月4日付で消滅した、ことが、議長から報告された。 伊藤博文は天皇を中心とした君主制を維持するためにも天皇を補佐する世襲貴族、家族の必要性があると認識していた。したがって選挙による選出である衆議院とは対照的に貴族院は世襲貴族をその中心に据えた。河野戸釜は議員の地位を世襲とせず家族によるご選を主張したが伊藤は今世襲議員を 貴族員より除くは取りも直さず、接種貴族を排するに同じと拒絶た。ただし、伯爵以下の貴族は数が多く、全員を議員にすることはできなかったため、同じ爵位の家族による誤選となった。貴族員関係法令の起草は、金子健太郎が担当した。金子は当初、元老院と歌唱していたが、伊藤博文は外国の元老院は、 選挙による選出だから、今回の議員とは、性質が異なると否定し、その結果、貴族院に決定した。これは、貴族中心の議員であることを積極的に表現し、皇室の反定として、純粋な君主主義の立場をとり、民主主義に対抗する役割を期待されていた。また、当初の伊藤は、政党内閣は事実上主権、国体が、 天皇から政党に移るから認められないと考えていた。そこで貴族院は衆議院の政党勢力と対抗する存在と位置づけられた。第二次世界大戦が開始される前の昭和初期にも、藤井参政権の導入、労働組合の容認、帝国大学の増設などの法案が議会に提出され、衆議院では可決されているが、こうした進歩的内容の法案は、 貴族員が否決することがしばしばあった。同様に普通選挙法も否決される可能性があったが、こちらは治安維持法とのセットにすることにより可決した。貴族員は保守的であるが、内閣に対してもある程度の自立性を持ち、衆議院とその地位を競った結果、政権を幾度となく窮地に落とし入れてもいる。政権が政党に妥協した時には反政党の立場から、 政権と対立することもあった。1900年、一党の増税案に対して、貴族院は、政友会の通り党略を理由に、これを否決した。手を焼いた一党は、明治天皇に、貴族院が、法案成立に協力するよう求める直後を出させ、従わせたことがある。貴族院はその性質上、直後には従わざるを得ない。大正デモクラシーの時代には、政治運営において、 衆議院がある程度の力を持ち、貴族院の威信は相対的にではあるが低下した。貴族院は数密院と共にしばしば批判にさらされ、その改革案が常に論点となっていた。第二次世界大戦後、日本国憲法の審議にも参加した。最末期には公職追放により、貴族院でも多数の議員が追放されており、 先般となったり、借位を返上したりした議員もいた、家族議員は補充されたものの、委員の廃止を控えて影響力は低下し、審議では主に学識者を中心とした直任議員が存在感を見せた。自らの存在を否定することになる、日本国憲法の審議では、下手に否決して、天皇制廃止を GHQ に持ち出される事態を恐れたため、事前の策として、 消極的な賛成論が大勢を占めた。天皇の権限を強める修正案も出され、GHQ の根回しを済ませていたとも言われたが、修正案は否決された。研究会所属の多額納税議員である、秋田三十一は1946年、昭和21年8月30日の貴族院本会議で、過去に政府攻撃を行ったのは、第四次、伊藤内閣。 伊藤博文首相の増税案反対、シーメンス事件の発覚に伴う、第一次、山本内閣、山本本兵衛内閣弾劾、田中義一内閣、田中義一首相における、水の文章友情問題批判など数度に止まると、貴族院の活動を統括している。1947年、昭和22年5月3日。 大日本帝国憲法の改正による日本国憲法の施行により、貴族院と家族制度は廃止された。貴族院の議場は新設された参議院が受け継いだ。貴族院議員経験者の多数は憲法への賛成はあくまで占領下の便宜的な態度であるとして、後に自主憲法制定論者となっていった。貴族院は衆議院における 政党政治の防波堤となり、国権主義の保持に寄与するという建前上、院内に政党勢力を作ることはなく、政党に参加した議員は、不分立として、貴族院議員を辞職するとになっていた。したがって、公式には、貴族院議員は、ほとんどが無所属である、政党の党籍を有したまま、貴族院では、無所属として活動した例はあり、 加藤公明ら政党内閣の主犯になった者もいる。ただし、議会活動の上での親睦や情報交換を目的とする院内会派は設置された。大正末年から昭和初期にかけての政党政治の成熟期には、これらの会派の一部が衆議院における政党と結び、政党色を強めることもあった。もっとも、貴族院議員の性質上、再選を目指す必要がない議員も多く、 大半の場合、院内会派の拘束力は弱かった。具体的には、大半の会派において、不偏不当と、一人一党主義を謳い、党議拘束を行わなかった。そのため、衆議院における政党とは、明らかな差異が認められる。第1回から第42回までの帝国議会まで、貴族院各会派は、所属議員を明らかにしなかったため、 構成については明らかにすることはできない。主な院内会派は次の通り。1920年、大正9年7月における、各会派の所属者数は次の通り、研究会143構成会65五、は会48公有クラブ44同性会30無会派67397。1940年、昭和15年に新体制運動により、 衆議院の規制政党が解消され、無党派時代を迎えた。さらに10月に、くじ結社として、大政翼参会が結成されると、貴族院でも、会派存続が問題となった。しかし、院内会派は、政党ではないことを根拠に解消されることなく、貴族院の会派は、憲法改正による、貴族院の廃止まで存続した。大政翼参会への参加は、任意となったため、 当時の二大会派である研究会と厚生会からは多くの参加が見られたものの、同性会などでは2割ほどの参加に止まった。その後、1940年、昭和15年5月20日に結成された翌山政治会への参加状況は、衆議院議員が95%以上だったのに、対して貴族院議員は8割ほどだった。1947年、 昭和22年3月、最後の帝国議会終了時における、各会派の所属者数は次の通り、研究会142厚生会64、交友クラブ41同政会33、歌謡会2同和会30無所属クラブ22無会派、8K373、ただし4月に、交友クラブ所属議員1名が死去。貴族員に代わって、上院の役割を担い、 第二次世界大戦後の国会を構成した参議院には、終身任期ではなく六年任期の公選による議員で構成されることになり、当初旧貴族院議員の多数が転身して立候補し当選しているが、彼らはやはり不変不当を謳った院内会派である緑風会を構成。一時は参議院最大会派として国政に大きな影響力を持った。 しかしやがて所属議員の多数は55年体制のもとで政権与党として戦後日本の政治を担っていた自由民主党などの保守政党に吸収されていった。日本国憲法とは相違して大日本帝国憲法には行政府の長たる内閣総理大臣に関する規定はなくあくまで内閣官制による内閣総理大臣は国会議員、衆議院議員または 貴族院議員である、必ずはなかった。現役の衆議院議員で首相となったのは、原敬氏が最初であり、大日本帝国憲法下の三十三名の首相の、中では、浜口裕子、犬飼い武氏を合わせた三名に泊まっている。一方で、現役の貴族院議員の首相は、伊藤博文をはじめ、松方正義、大隈重信、桂太郎、西園寺金持、 貴族院副議長歴任、高橋惠清、清浦慶吾、加藤孝明、若月礼二郎、田中義一、この絵踏みまろ、伊藤博文と並んで、首相経験者かつ貴族院議長歴任者、東国宮敏彦、締原喜重郎、吉田茂などかなりの数に上った。なお、日本国憲法下では、首相は、現在のところ基本的にすべて衆議院議員である。 楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。